か、も、く、ど、にち、更新のきよきよでございます。はい。か、も、く、ど、にち、更新ですので、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。今回は、木曜日の動画ですね。はい。えー、なぜか、なぜか、えー、高評価やコメント数が多かった、お蔵入りになったとろあげ雑談シリーズ。はい。今回もですね、やっていきたいと思います。まあ、おそらくこの動画も、まあ、40分とか30分とかになってるんじゃないですかね。 まあ、とろあげしながらでやっていきたいと思います。まあですね、もう雑談なので、もう動画画面にこう貼り付く必要がないということで、えー、アップストアにですね、ミュージックチューブっていうアプリがあるんですね。そういうのはですね、バックグラウンドで YouTube の動画を再生できると。要するに BGM 代わりに、えー、そのね、動画を視聴できるということなので、そちらをやりながらクラクラ ファーミングしてみたりとかね。あとはそのコメント欄ですごい多かったのが、勉強しながら、えー、その、やっても、聞きましたみたいな、いう話を聞いたんですよ。勉強しながら聞けるんすかねみたいな。あ作業用 BGM として、<laughs> お使いいただければ嬉しいなと思います。はい、ということで今回も行きましょう。まずねですね、この動画はただただね、雑談するだけじゃないです。あの、雑談じゃないです。とろあげですから。ね。 あのー、皆さん間違えないでいただきたいのが、これ、とろあげなので、あの、そうです、とろあげです。とろあげなんですよ。なので、雑談じゃありません。とろあげです。とろあげシリーズでございます。早速いきましょう。まあね、この動画、どうせ40分になるんで、急ぐ必要もないんですよね。こう、話したいこと話して、みたいな。今日はですね、撮影日、9月の9日でございます。9日。 9日はですね、まあ要するにこの動画はと10日にね、10日の17時に上がってますけれども、今撮影日9日で、今5時の20分ですね、17時20分に動画を撮影しております。私の今日の一日、まあそうですね、今とろ上げしながらやってるんですけれども、やっぱりね、あの、とろ上げね、あの、先辛くなってきました。今、4507ぐらい。で、こう、昨日とかに4000、 じゃあ、一昨日の時点で4200、あ、じゃあ4524あったんですよ。しかし、そこから、まず攻めをミスる。マイナス33。お <laughs> えー、そろして、えーデ、ディフェンス入りますよね。デフ、デフで、マイナス11だったかな。んー、まじ、まあ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 いいだろう、いいだろう、と思って、シールドを12時間貼られるわけですよ。そこから、えー、まさかのシールドを忘れていてですね。あのー、シールドがあと何時間というのを忘れていて、 攻められました。マイナス10。もうね、やめてやろうかなって思いましたね。うわ、下がりまくりだーって思って、4460ぐらいまで下がって、そこから、あ、4440ぐらいまでまあ下がったんですよね。ディフェンスとかで。で、まあ、そっからもうやるしかねえなって言って、今やっと4507ぐらいまで、4かな。持ち、まあ、こうね、上げてきてるんでございますけれども。辛いわ。辛い。辛いっす。でですね、まあね、 いいのかなこういうこと喋って。いいんですかねあの、今日ですね。あの、皆さんご存知だとは思うんですけれども、電光石火ジャパンのリーダー、秀康さん。えー、極悪し、ひと、え、ひえー、秀康さんでしたっけ名前解明されて、まあ、あ秀やさんがですね、まあ、ツイキャスなさっていたんですけれども、2時間ぐらいツイキャスされてたんですね、秀康さん。それみ、ずっと聞いてたんですけど、2時間ずっと聞いてたんですけど。あのー、いやー、あのー、 トロ上げしようかなって思いましたね。さらに。今私4500で、秀康さんとか4800とかのランカーさんなんですよ。今もランカーさんのページ見れば載ってますよ。いやー、やっぱこう、クラクラでこう、繋がる輪というか、あの、人脈というかね。いや、すごいな。だって、私がクラクラをね、やっていなかったら、秀康さんとか知らないわけですからね。このように。 あの、私がクラクラをしていなかったら、一生会うことのなかった方ですよ。まあ、はるパパさんもそう,そうですし、オメガさんもそうですし、まあ、トミーさんもそうですし、こう、なんていうんですかね、ほんとすごいな、このゲームと思いました。そしてまあ、東京ゲームショウとかで、ね、えー、皆様、こう、集結大規模オフ会みたいな感じですよ。 うん、こうう皆さん、こうね、クラクラ好きがこう集まって、で、こう、ああ、はじめまして、みたいな、そういうつながりも、さらにつながりもできてくるのかなと思いますね。で、秀康さんの引用なんですけども、このようにチャットで話してるわけじゃないですか、こう雲を見ながら。どうなるとね、やっぱこう、リアルよりも、そのチャットで話している方とすごい仲良くなってしまうみたいな、そういうことで、やっぱりチャットで話してれば、もうそれはもう、 友達ですからね。友達みたいな感じになっちゃうんで。現実だっても話があるのかなっていう感じでし東京ゲームショー超楽しみですね。今、9月9日なんで。19日20日が一般公開日ということで、10日後 ?10 日後うわぁ。超楽しみ。超楽しみで。超楽しみですね。いや、ほんと楽しみですね。もうなんか、いいですか雑談なんで別にどうでもいいですよね。 いや、トミーさんとかとお会いできて、うわ、すごいなと思いますよ。だトミーさん、アメリカにね、住んでいらっしゃって、絶対会うことなかったっすからね。ねえ。うん。あ、今日はドデカミンありません。ドデカミンの、聞こえますかね、これ。空箱はあるんすよ。空箱は横にあるんすよ、今。ドデカミン、今ないんすよ。だから、40分耐えられるかっていう話ですけどね。 ちょっとこうやっぱトロフィー出ないっすねトロフィーというか敵が出ないですね、うん、敵が出ないあそういえば昨日ですね、うん、あの私が敵がクラクラ敵が出ないの歌を作詞作曲いたしました、はい、敵が出ないの歌あ作曲じゃないな作詞しましたね、はい、どういう歌でしたっけこれあの私のですね えー、2015年9月9日、えー、深夜の0時21分にですね、つぶやいたツイートでどういう歌だったっけな、これ。えっ、ー、と、名前忘れました、名前あの、ちょっとテンポ忘れましたけども作詞はですね、ツイッターにあるので皆さんぜひともご覧ください。はい、見なくていいですけどね。<laughs> そしてですね、喋ることがない。うん、ることがない。喋ることがない。 喋ることがない。ほんとに。ほんとに喋ることがない。あのー、ツイキャスとかね、やってると、コメント欄でこう、バーって出るわけですよ。あ、じゃあ今ツイキャス開始しちゃいますまさかの。まさかのツイキャス開始しちゃいますえ、まさかのやっちゃうえ、これ。撮影いや、それはちょっと違うかな。それ違うでしょ。 それ違いますよね。その動画とツイキャスで喋るのはちょっと別物になってくるので。うん。まあ、あそれもまあ面白そうではありますよね。まあ今昼なんでね、昼というかまあ夕方なんで、ちょっと暗めも誰もいないんですよね。うん。ちょっと悲しいですね。うん、ちょ、ちょっと今の時事ネタ。時事ネタ言っちゃいますね。時事ネタ。時事ネタってあれですよ。おじさんのネタじゃないですよ。あ、そういえば。あれですね。 あ、超どうでもいいな。ちょ、あー、ど、どうでもいいな、どうでもいいな、どうでもいいな。あの、最近ね、思ったのが、マクドナルド。高い。本当に。びっくりしましたよ。なんか今日の、今日、あの、マックのね、チラシチラシってか広告クーポン、クーポン、クーポン。クーポンあったんですよ。それ見たんですね。えー、フィリオフィッシュ。350、300円が250円、クーポン、クーポン価格。 あとはなんだっけなチキンフィレオセット。えー、クーポン価格4、クーポン価格570円とか。バカ高みたいなね。思いましたよ。えー、前、よ5、6年前は、クーポン価格390円でしたからね。フィルオフィッシュ。じゃチキンフィレオセット。はちょっともう、何やってるんですかねみたいな。ちょ、オーコーですよ、オーコーまあ、マックね、結構いいんですよ。あの、 あの安っぽい感じっていうか、あの、あのね、あの、あの、あの感じがいいんですよね。さあ今9分か。9分回して、手取ああ、ちょ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 。べることがない、ない。なんでこの企画っていうか、なんでこのシリーズ、割と好評なんですよね。割と。ああ、割と好評。<あ> あのー、もともとね、これ動画上げらんねえなと思ったんです最初1本目撮って。で、それでね、開ける気なかったんですけど、あ、これまあ、おく入いシリーズってことで上げちゃおうかなと思ったら、なぜか好評だったんですよね。あんなクソ長い40分の動画ですよ。誰が見るんだって思ってて、再生回数5000回いったらいい方ぐらいかなとか思ってたんですけど、今、どんぐらいいってますかね。調べてみますか。えー、マイチャンネルから、 動画。トゥ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 って言って、どこら辺でしたっけお蔵入りになったとろ揚げしながら雑談。え、再生回数2万回。何やってんすか ?2 万回 ?2 万回見ますあんな40分の動画。ねえ。いやー、今何分 ?10 分。これあとよこの10分のセットあと4回やればいいのか。 あとですね、この動画になぜ BGM つけねえのかと。ま、つけてもいいんですけどね。あの、私のそのコメント欄に作業しながらやってましたとか、勉強しながらやっていましたとか、本当に多かったんですよ。本当に多かったんですよ。勉強しながらっていうのが。そうやると、例えば BGM 入っちゃった時に勉強できないんじゃないかな、みたいな <laughs>。いや、いや、勉強するとき聞いちゃダメですよ、みたいなね、感じですけども <laughs>。勉強しながら、 これ聞きます今じゃあ勉強しじゃあ例えば何何やって微分積分とかあまあそこら辺の世代は多分やってないなんなんなんつうんすかね今じゃあ例えば家庭法とかね英語の家庭法やってる時にこれ聞いてんすかこのドデカミンないよドデカミン空箱ありますよとか話聞いてんすかマスカえ大丈夫っすかちょっとやめた方がいいっすよねえ <laughs> 本当にほん <laughs> に俺と同じ敵出ねえなぜかどうして敵が出ないのまあ、僕のクラくクラに敵が出ない友達の クラクラには2秒に1回敵が出るのに」「虫眼鏡が回る画面」「敵が出ても1しか出ない」 敵と会いたいよ。僕のくらくラはなんで。虫眼い鏡しか出ないの。やめよう。これほんとね、前も言ったんですけど、YouTube でほんと鼻歌でも著作権引っかかる。著作権認知システムが作動するっていう。もう別にそこで著作権とかは別に大丈夫っていうことらしいんですけれども、にな入っちゃうらしいんですよね。大丈夫ですか私。 私の歌だったら多分大丈夫かな。ちょっと待って。あ、潮さんありがとうございます。うん。ねえ。どうしどうしう敵が、今、あ、でもさっき出ましたっけなんかちょうどよさっきまあでも、10分に1回は確実に出るんで、まだ敵が出ないほどじゃないんじゃないですかね。うん。私ですね、今サブアカの方も、すごい育ててるんですよ。えー、キ気ヨ温キヨのサブアカ、ヒョっ,ってやつです。わかります これ音流してやっちゃうっていうね、下でね。もう下でやっちゃうっていうね。うん。今、金壁塗ってるんですよ、金壁 <laughs>。金壁塗ってるんですよ。うん。あの、敵がなんせ出ないので。で、私、このね、今ね、例えばこう、今雑談してますけど、敵が出ないとき何してんのかと。こう、ただね、画面見てるだけじゃ絶対につまんないので、他のことももちろんするんですよ。 まあそれがまあね、いろいろ作業、まあ他の作業ではあったりするんですけれども、まあ、ぼーっとしてね、ぼーっとして、YouTube 見たりとかしてますね。暇なんすよね、とりあえず。僕ってクラクラ、その1回に2回。攻めるとしても2回ですね、私の場合。そうなんですよね。あの、朝とか攻めらんなくて、 家でこう、まあ、7時ぐらいから回して、運が良くて2回。運というか調子が良くて2回。まあ、基本1回攻めとかになってしまうんですよ。そこで大トローが出るまで、ま、一応やるんですけど、それがね、9時ぐらいから回し始めると、まあ、もう1時半とかになっちゃったりするので、まあ、なるべく昼、昼というかこう夕方ら辺から回したいっていうのはあるんですけど、 やっぱきついですよね。で、その、敵が出ないので、て、敵、敵は出ますよ、敵は出ます。大トロが出ない、まあ、トロが出ないので、あのー、鈍るんですよね、やっぱ。あ、鈍るんですよ。う、は、ん、あ、なんでね、でも今3000、4500じゃないですか。で、ランカーに入るのが4600、今14とかだったんですね、さっき見たら。いや、そこは目指すでしょう、みたいな。 いや、一回ローカルランカー入ったことはあるよぐらいの、その肩書きちょい欲しいんですよ。で、そこからね、そこです。まずそこで分岐点ですよね。そこから、ちょっと、まあもう、ローカルランカー行ったからいいのか、いいだろうっつって、こう、もう下げちゃって、前回とかの練習をするのもあり。それか、もうそのまま行っちゃうみたいなね。そのまま。でですね、そう、ヒデさん、今回も4回目、4度目の出場。 秀デさん、すみません、名前すみません、本当に。ヒデさん曰くですね、やっぱりその、4800とかになってしまうと、もう、生活を崩さないとダメっていう。要は、シールドに切実に、忠実に切実じゃない。忠実に生きるというか、こう、シールドをもう無駄にしない。で、無駄に攻めない。だから、その、無駄にシールドを削らないってこと、割らないってことですよね、要はね。 いやー、その話聞くと、まあ割とは今よ、私4500でも結構きついんですよ。まあ、きつかないです、きつかないです。例えば、夜の7時から、えー、回して、例えば3時間、3時間でオートロゲットしたりするじゃないですか。それで10時に1回目の攻めが終わるんですよ。うーん、これから回し始めると、なんか寝るの3時、2時、2時、3時になるなーということで、じゃあディフェンス入るかってことで、まあディフェンス入るわけじゃないですか。 そして12時、まあ、12時ぐらいにシールドが来るわけですよ。そこから12時間のシールドでビーって来て、昼の12時。私そこら辺は、インしないので、で、そこでデフマイナスいくつみたいな。今でさえもちょいきついんすよ。そのディフェンスが2回来るのが、きついんすよね。オートロー21ゲットしたとして、えー、マイナス10が2回来たらそれで、 チャラになって、さ,さらに4500だとちょっと大トロになる側もちょっと含まれ、結構含まれるので、えー、マイナス、星1でマイナス18とか、18じゃない、10前来たので18、十八来たな、前。星1でマイナス18とか、えー、13とかも来ますね、星1で。で、星2取られたら26とか、うわー、みたいな感じじゃないですか。えー、きついなーっていうのが正直ありますね。まあこ からはどうなるかわかんないですけどね正直ねうんチャットに誰もいねえ誰もいねえ誰もいねえな,ないとことりあえずチャットに誰もいねえきついっすよどうしよう敵が出ないよ本当にあの見てますあの最近歌ってます 本当にあの一人でこうやってるわけじゃないですか iPad に向かってああ敵出ねえなーっていう時にふとした時に敵が出ないよーって歌ってますからね正直で、ね、正直歌っちゃってますからねいやーまあねそんな雑談のねお蔵入りになってる動画ですからこれはああちょっとサバサバが起動しちゃいましたサバが起動しちゃいましたすみません 一人でやってしまう。最近ですね、ジャイ、え、ジャイゴブにはまってます。ジャイゴブ見せますしたら。あー、でもこれで今、ライトニングケーブル抜くと、おそらく、録画に失敗しましたみたいな出るんじゃないですか。録画に失敗というか、録画が切断されましたみたいな感じで、一回動画止まっちゃうのかなこれ。それやだな。出来出た 1, いや1位は今の段階で1位はそんな攻めたくないんすよね。うん、バイバイ。そうなんすよ。今何分な今18分。まあ今約19分の時点で1人出ましたね。えー、3人目ぐらいですかこれ。まあいいでしょう。サブアーカーを置いておきましょう、はあ。で、東京ゲームショー。皆さん来てくださいね。本当もうお会いしましょう、マジで。まあ、あ、こんな機会もおそらくないっすよ。 本当に。あの、クラクラ好きな方は、ぜひとも来るべきだと思います、本当に。例えば、うん、微妙な茨城県とかに住んでた場合、うーん、ちょっと,と、ちょっとこう、行こうか行かないか迷うレベルだと思うんですよ。迷ったら来た方がいいです。行った方がいいです、ガチで。本当に。でこんだけ大きくて、こんだけそのもう、YouTuber さんであったり、そトミーさんであったりとかが集まって、でさらに、 クラクラのね、ガチ勢とかも、ランカーさんとかもいらっしゃるという話を結構聞く、聞いてるんですよ。なの、そういう方が、この、感謝祭イベントに集まるんですよ。クラクラガチ勢だったり、クラクラ大好きだよっていう人が集まるんで、それは来た方がいいっすよ、まじで。で、私、その、まあ、実況ブースで解説役としていますけれども、あとは、えー、1日目のメインステージで、 最高の、最強の攻め、最高の守り、ということであったりとか、あとは村診断とかにも行くと思うんですけれども、まあ、そうね、本当にね、その時にね、あ、清雄じゃん、みたいな、本当言ってくださいよ、本当。ね、話しかけてください、本当に。もう、ウェルカムなんで。もう、話しかけてください。まずそこも、お願い。お願い、一つのお願い。清雄を見かけたら、ちょっと話しかけてください。お願いします。お願いす。お願いします。本当にあ、ね、あのね、あのね、っていうかね、寂しいっすよ、やっぱ。 行 <laughs> って、あ、例えば一番ね、寂しいのが、で私がこう歩いてて、そのね、来てくださった方が、あ、清鏡だと気づくと。で、友達といると、あれ、清キ鏡キじゃねえ、まじまじまじ。あ、清鏡じゃねうお、ガチか、へえー、みたいな。それ一番寂しいです。そう、起きた。9。9。いや、星にはこれ余裕配置ですね、これは。 あ、でも、アスクイック積んでないのか。いや、で、いけるんすけど。9。アチャクいない。アチャクいないか。いや。まだダメだ、まだダメだ、まだダメだ、まだダメだ。でね、こう、一番寂しいんですよ、そういうのが。一番いいのはね、やっぱね、もう見かけた瞬間。うわ、9999。お、99さん。おいです、おいです。みたいな。 <laughs> あざすじゃないな、ね。いきなりありがとうございますっておかしいですよね。まあそんな感じでね、もう気軽にもうほ見かけたら話しちゃってください、本当に。もう逆に逆に話しかけられない方がもうドゥサブシューってなっちゃうんでね。なんかほんと、ということで、よろしくお願いいたします。敵が、あ、でも今2分に1回出てましたね、今。19分の時点で1回だったんで、今誰もいないな、おい。ちょちょちょ,ちょ、クランチャット。クランチャット何なんか送っとくせんべい、せんべい、せんべい。 置くとこ,誰もいないここでねドカンとドカンと21とかねドカンと35とかね35は出たらもう発狂だなまあよくてというか本当にもう23とか来たらうるルルルルルですよ15とかでも攻めますかね15で攻めますかね普通に攻めますかね あ難しい配置だったりとか、あとは、まあ、配置というか、まあ、例えばシングルインフェルノが2本立ってたりするとちょっときついかなーって感じですね。まあ、フリーズ2本、フリーズ2発持ってってるんですけど、ちょっとね、やっぱ、2つとも IT がシングルだとちょっとペッカとかね、すぐ死ぬんで、ちょっとそこはちょっとやめときたいですね。うん、でもまあ、攻めるしかないですけどね。まあ、逆に、えー、そうですね。 35とか全然出てないですね。4200? が、4100でしたっけタイタンって。今4400。4100でタイタンじゃないですか。4050から4100の間は、55が1日で2回出ましたね。あれは、あれは何な、ななんだったんだっていうね。55ってええみたいな。チャンピオンリーグ1なのに、えー、 タイタンリーグ2とマッチングするみたいな感じですよ、要は。要はそういうことですよね。相当マッチングのあれがいいみたいな感じですかね。うん。今23分経過か。23分。ここまで見てる人何人いるんですかね。あの、おそらくね、前回のとろ、えー、上げしながら雑談の回で、何でしたっけなんか最後ら辺に、 えー、最後にね、見終わった人は、なんか、なん、なんとかっていう合言葉をコメント欄に残してね笑わらみたいな感じだったんですよ。おそらくね、私も、こういう40分とかの動画を、見るときは、超暇なときに、も見るわけじゃないですか。トロ上げって書いてあるのであれば、最後の方に、やはり、やはりその、トロ上げの村を攻撃しているところが出ているのではないかな、と考えて、最後に飛ばして、見るっていう方が本当多いと思うんですよ。 なのでね、この中盤あたりに、中盤24分でこの微妙な、もう飽きてるだろうぐらいの時間帯の合言葉。コメントの合言葉。もうね、これをね、コメントに残せた方は、もう清清を検定2段です、2段。キヨキヨ検定2段。もうここまでね、起きた、起きた、外出し外出しあざす。外出しあざす。 ガチだ、ザす。これね、ファーミングいいんすよ、これ。これだけで、24万、20万1400。あ、ちょっと、エリクサーが結構溢れそうですね。なんで、ちょっと、あ、そう、ドラゴン研究したかったんですよ。全然ドラゴン研究できてなくて。あ、この配置、秀康さんのパクりましたね。あ、巨爆とかの位置とかは全然違いますけど。私、秀康さんのファンなんですよ、最近。本当に。ドラゴンね、あげたいんですよね。あのー、 クラン戦の援軍で、今私ドラゴンレベル3なんですけど、クラン戦の援軍で3にね、3だと1レベル上がっても4じゃないですか。なのでダメなんですよ。なので4にしとけば、まあ、ね、クラン戦の援軍でもしっかりとレベル5が遅れるので、一応上げます。上げます。あとバルキリーとかもちょっと上げたいんですけどね。まあ、まあ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 。で、私最近ですね、思ってきたのが、 クラン戦用の防衛援軍、タンホール10なんですけど、まあ、ラバーハウンドが多分一番強いんですよ。あのー、まあ、ドラゴン1、バルーン3とかよく見ますけど、あれはアチャクイにレイジかけちゃえば結構簡単に処理できるんですね。しかしラバーハウンドはアチャクイレイジでま、処理できますけど、さらに処理した後にパピーが出るっていうあのうざさ。もうアチャクイの拘束時間が半端ないんですよね。なので、 ラブハンドを入れるじゃないですかそして残り5枠にバルーンとかよりもバーバリアンとかアーチャーを入れた方が効果的かなって思ってきましたねポイズンを使わせるってことが重要かなと私は思いますねまあポイズンそうですねポイズンえー、ポイズン2発積んでる人先いますけどねあとはバルーンのレベ、えー、バルーン7体 バルーン7体でポイズンじゃ処理できないっていう。で、アチャクイの攻撃を7発、えー、使わせることじゃ、まあ、ウィザードとかでいっぺんに処理されてしまうかもしれないですからね。まあ、アチャクイとかの、こう、まあでもバルーンは正直かな。正直いらないかなっていう感じです。まあ、一番強いのはやっぱラブハウンドプラス何かですよ。私はバーバリアンとかを入れて、あえてのポイズンを使わせる作戦。序盤に。で、スケトラーは、 もし、星3対策であれば、スケルトラ、スケトラを全部空にしたりとか、ですかね。うん。まあ、あ,あ、眠くなってきた。眠くなってきたよ。<laughs> はい、残り13分くらいで切ろうかな。やっぱね、40分なんですよね。こういう雑談動画で1時間とかだとさすがに見たくないじゃないですか。まあ、40分でも見る方がすごいと思うんですけど。あのー、 うん、40分でも見る方がすごいっすよ。<laughs> まあ一応40分で切ろうかなと思いますね。やっぱりね、私も、うーんあ、そうなんですよ。どういうね、時間帯で流すか。私、5分ぐらいを目処に一応動画作成してるんですよね。やっぱ7分とか行くと、ちょっと見たい時にちょっとなんか嫌だなみたいな感じするんですよ。例えば他の動画とかでもそうっすよ。 例えば、がっつり見たい、例えば、何ですかね。ゲーム実況とかは、僕別にがっつり見たいんで、いいんですけど、ただ、こうなんかちょっとたわいのない雑談でこうね、40分とかあっても、まあ今の私の状況なんですけどね。見る気しないっすよね。すごいっすよ。皆さん、前ね、前の方が2万回再生されましたけど、2万人の方多分、1回、2回見ませんよね、多分。40分の動画。例えば、 15秒の動画で、ネタ動画だったら多分、まあ何回も見ると思うんですよ。私も多分そういう系があったら、お、来た外出しいいっすね。いいね。いいね。あざっす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 ,す,す,す。もうあちゃくいの一発一発にもお礼しないとダメですよ。よし、4000。 4,509、うん。戻すのに、戻すのに、まただ,だな。大ドル一回弾けば戻せるって感じですかね。自分の更新記録に。この動画で戻したいな。うん。私のルールとしては、40分の間に出なかったら、もうそれはそれで雑談としてあげます。しかしね、やっぱ、やっぱいいっすよね。この40分の間に出てくれたら奇跡だなと思いますよ。 今なんでかんだいって相当回してますけどね。今40分、この動画を撮りながら、えと、敵を回してる、敵を探してるのではなくて、もっと前に、もっと前からずっと回してます。回してるんですよね。なので、おそらくもうすぐ強制ログアウトが来るのかなと思います。まあ強制ログアウト皆さん知らない方もいると思うんですけれども、6時間だったかな ?7 時間だっけななんかその一定の時間をずっとログインしていると、 あの、強制ログアウトっていうのはかかって、5分ぐらい、クラクラにログイン。あれこれ、お休みモードでしても意味ない、意味ないんでしたっけ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 そうなんですよ。うん、そうなんですよ。強制ログアウトで5分ぐらい、クラクラにインできなくなってしまうんですね。それどういうことを意味するかというと、防衛に入ります。要は。 要は防衛に入ります。シールド貼れてないんで。ああ、ちょっと陸、陸送っちゃういや、まあ、陸送っちゃうか、じゃあ。陸陸って何ある陸、じゃあ5レ、5レでいいですかね。5レでいいですか。え、おペッカせ、あ、じゃえペッカ4。うん何が生産されたんだ、今。おい、ちょ、なんか、なんか変な生産されてんじゃん。ウィズ17もいらないわ。13、13。ね ウィズ、どういうことっすかこれもしこれでいいのか。ウィズ、ウィズ17。うん。ウィズ17もいらないっすよ。よし。いきましょう。あと9分。あと分のうちに出てくれないかな。あと9分のうちに敵が3回。いや、2回ぐらいかな。いや、一回かな。運が悪ければ1回。運がいいと、まあ、3、2、3回出ますね。来い。 来いカモンカモントロフィー。いや、カモントロフィーじゃん、まあ敵だな。なんか、最近私結構回してるので、その敵が出るたびに、外出しっていうのが多いんですよね。あの、本当に本当に外出しがすごいあ、多いって言っても、当たる頻度が、当たる感覚が、えー、長いので、実質稼げません。そこまで。しかし、当たって、当たると、 なんか、外出しの確率が多いですね。まあ、要するに、まあ、6割は外出しですかね。しかし、外出しのね、敵にマッチングする感覚が、約、運が良くて3分、運が悪くて10分ぐらいですか。なので、全然稼げません。うん、ちょっと、まあ、こう、申し訳程度に、あの、敵が、ちょっと、申し訳程度の、その、ペッカとか、あと、ゴーレム大が、ちょっと、こう、チャリンときますよぐらいですね。 そうこ,のこ,のこのトロフィー帯で、えー、外出しリーグボーナスで稼ごうっていうのはち、ちょっと時間の無駄かなと思いますけどね。はい、どうすか。あと、あと7分。あと7分。あこんなもん来たー。あう、外出しじゃないね。おうおうお欲しい、欲しいじゃねえわ。トロフィー1はね。 ま、ひでやす、ま、またひでやすさんの名前出しちゃった。ひでやすさんのツイキャスを今日見てたんですよ。ひでやすさんは、ああれっすからね、本当もう、敵が出たら大喜びみたいな。敵が出て1でも大喜び。で、攻めてみたいな感じらしいので、まだ私も未熟ですよね。敵が出てまだ喜べないですからね。ちょっとおってなるぐらいですからね。うん。だから、今の、トロフィー隊で、 敵の30が出たのと、えー、ヒデさんの敵1が出た時の喜びは一緒と。うん、なんか外出しじゃねえな。でも結構今の感覚いいっすよ。あと4分ちょいっすけど。ん違うか、5分、6分ちょい、6分ちょい。どうだ来い、来い、来い、来,来い、来い、マジ頼みますよ、先輩。先輩頼みますよ。先輩頼みますよ、ほんとに。出しちゃってくださいよ、クラクラさん。 さん頼みますよ。ねえ。わかってるんすよ、私クくクラらくらさん。そうやって。じゃあ、しょうがないな。大トロが出る呪文を皆さんに教えてあげましょう。まずですね。まず、画面を最大限まで拡大させます。そして、ちょっと戻りますよね、こう、プーンつって。そこで、タウンホールをタップします。こっち。 そして、歯車のマークを押します。日本語から、えー、ここでですね、重要なのが、この韓国語にすることが重要なんです。そして、マラせよマラらよう、回らせよう、回、ま、ら、あ、よそして、拡大して、ターンホールをタップします。からの攻撃。こうすることによっても、大トロが出ちゃうと。大トロが出ちゃうと。<laughs> 大トロが出ちゃうと怖い。怖い。怖い。来るんだ、そう。そう、来るんだ、そう。そう、来るんだ。虫眼鏡よ。 お前にはもう見えているはずだ。見えているはずだ。って言ってもですね、まあ長いので、ちょっと待ちましょう。私ですね、そんな感じで、あの、なんてうんですか、自分なりのジンクスを常に持ち続けてやってます。例えばこう、虫眼鏡をずっと手で追い続けるとかね、ずっと触ってる。虫眼鏡をずっと撫でてるとか、あとは、あの、暗、ま、く、あ、パズドラでいう撫でだねガチャ。 あの撫でてあの、ガチャドラを撫でてからガチャ回すみたいな、そんな感じでこう虫眼鏡を手で磨き続けるんです、こう、音,音を出すと、あ、キュ,キュッ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 なんないね、こう、ピカピカの虫眼鏡をタップでこう磨いていくと、そうすることによって、オートロが検索しやすくなるのではないかとかうね、いろんな変なバカなことやってますよ、うん、うん、暇なんでね、暇なんで、うん、<laughs> 本当に、いやー、 ここねえかな今ですね今のやり方をもう一度おさらいしておきましょう。まず、タウンホールを限界まで拡大。そして、タウンホールをタップ。そこから歯車で韓国語に設定。そして、韓国語に変わった瞬間にタウンホールを拡大。タウンホールをタップ。そこから、検索。すると、大トロが出るというですね、気を恐竜、トロ上げの方法です。まあ、今考えたんですけどね。いや、でも、車来ます。来ます。これは来ます。絶対に来ます。 絶対って言っちゃダメ。来ます。来るであろう来るであろうカモン。カモン。カモン。クラクラ。クラクラ。クラクラ。キュキュです。虫眼鏡を回しても敵が出ないとです。キュキュです。これ知ってますこのネタ。 このネタまあ知ってる人は知ってると思います懐かしいですねあとはええー、<laughs> ちょっとつまんないからやめようやめよう <laughs> ええそう出ろ出ろ来いよマジでマジマジで来いよこの清潔流トロ揚げの方法も皆さんに伝授しちゃったからなこれから大トロがなくなるなしょうがねえなまあ、しょうがね皆さんの幸福のために おし、教えちゃったからな、この方法。まあいいや。まあいいや。まあいいや。この方法をまあね、試してくれれば。まあ、まあ、対談一致とか。まあ皆さん言っちゃうと思いますよ。うん、そうですね。はい。いや虫眼鏡は、残酷で。何を見てんすかね、この虫眼鏡は。雲の上から虫眼鏡回しても何も見えないっすよ。本当に。 雲ですよ、雲。雲に虫眼鏡当てても雲ですよ。別に雲の分子とか見えませんよ、そんな。何やってんですか見たいのは村でしょ。じゃあ雲書き分けてみないと。はい、正ーらーはい、論破ー。ってやつですかね。か来ねえなぁ。手か来ない。手か来ない。ガチで来ない。う,うわ、もう何 おいばいやばいやばい,やばい、あとあと1分40秒で40分経過だよ。やだなし韓国語、韓国語結構いいと思ったんだけどなやっぱ今の時,代時間はちょっと韓国がね、えー、いいんじゃないですかね。えー、来い、来い。来るだろう。なんか、雲。何なんですかねこれ雲。雲なんですかね雲ではなくて、 雲じゃないんですよね、おそらく。雲ではなくて、これは、綿あめなんですよ、実は。これ、クラくら裏話。綿あめなんですよ。で、綿あめで、こうね、この棒は何かっていうと、綿あめをかき混ぜてるんですよ。これ、虫眼鏡じゃないんですよ、実は。綿あめをかき混ぜて、美味しくしてるんです。で、大トロ作ってるんです。そうそう,そう。そうそう,そう。 いや、敵出ねえな。やっぱりまあ、もうすぐ40分ですけど、これ、次敵が出たら、終わりですね、この動画。さあ、来るのか。もう来てね、ほんとトロフィー、本15とか18とか来てくれたらもう、フッシュなのにね。まあでもさっきの私の、トロ、清恐流トロフィー上げ、やっちゃったんでね、まあ18とかは硬いかなと。 まあ、運が良くて59とか。うん、そうっすかね。まあ、運が悪くても18。うん、ちょっと敵が出ないということでね。はい。運が悪くても18。まあ、標準で32とか。まあ、硬いかなと思いますよね。うん。そろそろ来るだろう。そろそろ来ないとダメよ。ね、今、この段階で7分ぐらい回してますからね。この、このトロフィー、この敵原作だけで。 まあ。来るだろう。もう、もう来るだろう。つい、ツイッター見ちゃってますからね、私ね。もうね、もはやね。もはやツイッターなんですよ、もはや。もうね、クラクラやってんのに、クラクラやれてないんですよね。もう、本当に。こう、電池だけ減っていくみたいな。そういう、そういう感じですね。きついなあれちょ、待って。 なんでなんでなんで、なんでチャット出ないのチャットのタブが出ない。わ。チャット、韓国語チャットのタブ出ないんだ。へえそうなんだ。マジか。チャットのタブ、ほら出ますもんね。なんかおかしいなと思ってたんですなんかこう、なんか彩りがないなと思ってたんですよね、今さずっと。うん。 泣い,泣いときましょう。泣いときましょう。ああ、違これはガチ泣きだからな。ちょ、笑っといて。よし、ああ。そうそう、来るだろう。来るだろう。頼ますよ。頼ますよ、クラクラのコンピューターさん。私に、私に、いいトロフィーをください。ああ、レミ。 <laughs> うーん。<laughs> <眠い笑>まあね、そのトミーさんとかね、ヒデヤスさんも今回、ヒデヤスさん、この動画でヒデヤスさん8回登場ですから、8回目。もうおっしゃっていたんですけど、やっぱ、眠さとの体型戦いとは言ってましたよね。おっしゃってましたよね、やっぱり。寝落ちしたら終わりだと。 あもうほんと寝落ちしないように頑張るっていうのは重要っておっしゃってましたね、やっぱね。眠いっす。しかも、あ、音、音なんねえんだ、これ。そ<う>この音、音ちょろちょろちょろみたいな。なんか小鳥がさえずり、小鳥のさえずり。あれ眠くなりますよね、確実にね。あれは、ダメでしょ、みたいな。あれ、あれダメだよね、みたいな感じですよ、本当に。 敵敵が,敵が出ないよぼくのぼくのくらああくらくらい,い。 なん,なんでだろうおおよし満足ちょっとこのトロフィーこの敵検索で相当回してるなうんあそういえばクランレベル7になりましたそういえばそういえばくなんかクランレベルって奇数で結構いい感じの 特性につきますよねく、えー、クランレベル7になって援軍の待ち時間が10分になったりであったりあとはクラン戦の報酬が2割増加収容量がでしたっけあどっちかが増加するんですよ相当いいですよね奇数番号が結構いいですよね、うん、ででていうかネミネミ メンテナンス来ないかなメンテナンス。メンテナンス来るとね、トロフィーがうまいのが出るんですよ。美味しいってのが出るんですよ。もうタウンホール9で、トロフィー33とかね、出ちゃうんですよ。あた、最初の5分、めちゃうまです。なんでもう、引いて、出た瞬間、まあ、タウンホール9探すんですかねタウンホール10でもいいんですけど、まあ、タウンホール10で普通にもう40とか35は当たり前に出てくるんですよ。最初の2分とかは。 もう巣引きまくって攻撃してで攻撃し終わったらすぐ全部メでエメエメ攻めして3回ぐらい攻められたらいい方なんですかねまだ私このトロ上げしてる最中にメンテナンスが1回しか来てないんですよなんでそのどのぐらいのだから1回目の攻めでどこを攻めた方がいいのかとかまだわかんないんですよね敵出ねえな敵が出ない 敵が出ないなぜなぜ出ないなぜなぜ <laughs> なぜ俺の俺のクラクラに敵が出ないなげーこれもう一度探すってボタン多分もう一回出ますよこれはあ チャットいないし、チャット、チャットおらんし。んー、あの、あの、タンホールをタップするやつはあれはあれかな敵が出なくする呪文かなあれは。出たよ、もう出ろ今のボタンを押したからもうオートロが出ます。このボタンを押すとオートロが出ます。うん、嘘ですけど。これ出る、これ出る、これ出る、来い。 あー敵が出るおいきた2 5来きたシングルインフェルノマルチインフェルノどっちから攻めようアチャクイがこっちにいますがこれは1つのフリーズで2つとも落とせるのでえーそうですね隠しテスラがタウンホール横に4個あるんですがタウンホールを 取った時にパーセントが欲しいので、パーセントが欲しいので、こっちから行きます。あの、そうなんですよ。シングルインフラの方から攻めると、えー、えーっと、パーセントが稼ぎやすくなります。よし。ここで、よし、オッケーで、ペッカを、ペッカはですね、2体外周を回らせる形でもいいと思います。よし、いきます。 ジャンプ打っときますねで、えー、ゴレはこんな感じで出して、アチャクイ出して、えー、ウィザードで適当に、適当にバーって出して、ペッカ2、1、1。適当に、まあ、ボールブレイカー出しておいて、そして、えー、っと、ここら辺でスケ、うんちょ、アチャクイ凍らせやよかった。うん、ミスったかスケトラがどこに出てくるかなんですけども、アチャクイにかけてアチャクイのスピードを遅くしつつって感じですかね。 で、ここで、ここだ。あー両方凍らせない、両方凍らせないんで、えっ、ー、と、フィスト早めメメに発動して、バーバリアン、バーバリアンをですね、大量生産して、えー、なるべく、シングルインフェルノが当たらないようにします。うーん、ちょっとここで、まあ、発動うーん、ちょっと50%いくかえー、行くな、行くな、行くな、危ね、<laughs> 危な、危ぬいや、危ぬい。 危ない危ねえうわ、これマジマジでもう手震えてるんすよ。これざけえなとか思ってんでしょ、皆さん。お雑魚みたいな、またこれミス,またミスりそうになってるよ。まあミスりそうになってませんけどね。またギリギリかよ、みたいな。そういうもんなんすよ。そういうもんなんすよ、ほんとに。ねほんと頼ますよ、ほんとに。じゃあ、ということで。うん、ありがとうございました。あざす。私あざす。あざす。あざす。 動画的にも最高の最高の終わり方これぞとろあげしながら雑なんですよねよしよしこれ一応あやっときましたわやっときましたわときましたわドんとそうなんですよよし OKOK この攻めはに1時間40分ぐらいかけましたねこの検索に よし、こっからディフェンスかなもうすぐで強制ログアウトがかかるので、終わるとばばばばばばば。強制ログアウトがかかるので。はい。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。よっしゃー